男子校あるある。おい、みんな、いよいよこの季節が来たぞ。おう、文化祭まで残り1ヶ月。ああ、去年はダメだったけど、今年こそは、絶対に文化祭で彼女を作ってやる。文化祭は唯一学校に女子が来る行事なので、みんなの目がひらついている。ああ、今年もダメだったな。可愛い子だけど人見知りしすぎて話せなかった。来年の文化祭こそは。結局文化祭で彼女ができない人の方が多数。平安ファイトいけいけ。くっそー、チヤホヤされやがって。負けてたまるか。女子マネージャーがいる対戦相手にだけは負けたくない。お前 F カップあるんじゃね。うまー、やめろって。撮っている友達の胸を揉んで疑似体験。なあなあ、可愛いよな。ああ、俺も可愛いと思うよ。そうだよな、購買のおばさん可愛いよな。購買のおばさんに惚れるやつ。は、お前彼女できたの？おいおい、マジかよ。うん、まあね。彼女ができた友達への嫉妬が半端ない。で、彼女とはどこで出会ったんだ？何歳で、どこの高校？可愛い系？美人系？てか、いつから付き合ってんの？なあ、答えろよ！彼女がいることを知った友達に対する尋問。なあ、お前の彼女の友達を俺に紹介してくれよ。仕方ねえな！紹介してやるから、もう俺のおっぱい揉むなよ！彼女ができた友達への交渉。